スター貼ってから結構経つのに全然応募が来ない。なんでだろう。女の子限定だから。アイドル活動は順調だけど、やっぱりソロだけじゃなくてユニットもやってみたいし、早く誰かが応募してくれますように。あの、すみません。みんなのために歌って踊って悲しい気持ちと戦うギルド、興味のある女の子いませんか？なっちゃって。あの、あ、びっくりした。こんにちは、私に何か用？歌って踊って戦うメンバー募集。このポスターはあなたが？え、うん、そうだけど。踊りは経験ありませんが、興味はあります。こちらのギルドにはまだ加入できますか？ギルドに入ってくれるの？大歓迎だよ。私はのぞみ、よろしくね。チカです、よろしくお願いします。普段は前衛を担当されているんですか？私は前じゃなくてセンターかな。あと一人でも入ってくれたら華やかでいいんだけど。セント？花よっこ？どういうことでしょうか？じゃあ俺らが入ってやるぜ。俺たちマジで強いからさ、役に立つぜ。君らめっちゃ可愛いじゃん。俺らと仲良くしようぜ。ごめんなさい、募集してるのは女の子だけなの。あなたたちが可愛い衣装を着て踊りたいなら歓迎するけど。俺たちが？それより君たちが可愛い衣装を着てるところが見てみたいんだけどな。ギルドメンバーが集まってないってことは暇なんだろ。俺たちと遊びに行こうぜ。ほら、カリア。何ですか、あなたたちは。話してください。こうなったら。今の歌声、それにこの子、今の歌に呼ばれてきたの？だこいつは、いきなり出てきやがって。いいからこっちに来いよ。わっ、何腰抜かしてんだよ。うわっ、まったく、嫌がる女の子に無理やり迫るとか最低ですね。くっそ、体に糸が絡まってうまく動けねえ。全員すまきにされたくなかったらさっさと消えてください。ごめんなさい。ありがとう、もう大丈夫よ。助かった、二人ともありがとう。いいえ、大したことはしていません。あの人たちの動きが止まっていなかったら危ないままでした。私も当然のことをしたまでです。ああいう連中には口で言ってもダメなんですよ。実力で黙らせないと。あなた、なかなか頼もしいわね。そうだ、これも何かの縁だし、よかったらあなたもギルドに入らない？はあ、ギルドですか？どこにも所属していないので入ることはできますが。どこか落ち着いて話せる場所に行きましょう。詳しいことはそこで話すから。今までの活動でソロのアイドルにできることは大体やったの。でもアイドルとしてまだできることがあるんじゃないかってずっと思ってて、その答えを見つけるために一人じゃなくてグループでアイドルをやってみたくなったんだ。だからお願い、私と一緒にアイドルになって。アイドルって確か歌で人を元気づける存在ですよね。お話は違います。募集のポスターには歌って踊って戦うって。歌って踊って日々の悲しみや辛さに耐える、
みんなの悲しい気持ちを私たちの笑顔で吹き飛ばす戦いだよ。そういうものを戦いとは言えない気がします。私はてっきり歌や踊りで人々を魔物から守るギルドかと。アイドルだって歌や踊りでみんなの笑顔を守れるよ。できるなら歌で魔物をやっつけてみたいけどね。そんな芸当ができる人なんていませんよ。まあギルドとしては魔物と戦うのが正しいですけど、女の子が戦うなんてやっぱり危険じゃないですか。どうせやるなら可愛い服を着るお仕事の方が楽しいに決まってます。そうですよね、のぞみさん。つむぎの言う通り。しかも女の子なんだから戦いばっかりだと疲れちゃうの。自分から危険に飛び込まなくてもいいのに。ご心配は無用です。私はそのための力を授かっています。歌で精霊を呼び出す召喚術、聞いたことはありませんか？召喚術？聞いたことある。じゃあさっきのって、チカ、あなた本当に召喚師なんだ。すごい、いたんですね、そんな芸当ができる人。はい、私はずっと人々の平和を守るために歌ってきました。なのでそれ以外で歌うのはあまり気乗りがしなくて。そうなんですか？服装からてっきり吟遊詩人の方だとばかり思ってました。私が吟遊詩人？考えたこともありませんでした。実にもったいないですね。チカさんとのぞみさんが揃えば見た目だけでそこら辺の男性なんてすぐ落とせますよ。そこにさっきの歌ですよ。何なんですか？最強ですか？最強と言われても正直ピンときません。今まで異性の目というものをあまり意識したことがないんです。そんなはずありません。だってチカさん上から80、56、82ですよね。その容姿なら今までに言い寄ってきた人が何人もいたはずです。どうして私の3サイズを？私は一目見ただけで相手の3サイズがわかるんです。体は嘘をつきませんからね。とにかくお二人が一緒にアイドルとして活動すればきっとたくさんの人が注目してくれますよ。そうだよ、戦いのためだけに歌うのはもったいないってば。歌には人を元気に笑顔にする力もあるんだよ。みんなを笑顔にするのは平和を守るのと同じじゃない？それはそうかもしれません。でも人々を守るという役割を行うにも資金が必要ですよね。そして戦って稼ぐばかりでは私たちの体が持ちません。歌や踊りでお金が稼げるならやるべきですよ。それに精霊が呼べるくらい上手な歌ならいろんな人に聞いてもらった方がいいよ。紬もチカの歌もっと聞いてみたいよね。もちろんです。その上で私の作った衣装を着ていただけるならさらに大歓迎ですね。他の人たちもチカさんの歌を気に入ると思います。そんな、でも私は。じゃあこうしようよ。私はあなたの魔物退治を手伝う。だからあなたも私のアイドル活動を手伝って。それならいいでしょね、お願い。衣装を着てもらえるなら私もチカさんのやりたいことをお手伝いします。わかりました。魔物退治の合間にお手伝いするくらいなら。のぞみさん、よろしくお願いします。はい。でも私の歌は皆さんの平和を守るためにあります。そのことは忘れないでくださいね。もちろん、安心して。魔物退治もしっかり頑張るから。戦いだってアイドルの仕事だもん。本当ですか？なんだか少し心配です。紬は私たちのギルドを入ってくれる？あそこまで行ったなら入ってくれるよね？
二言はありません。裏方でよければお手伝いします。ただし私は仕立て屋ですから衣装にはうるさいですよ。やるからにはしっかりしたステージ衣装を用意します。やった、衣装係までゲットできるなんてラッキー。あんな衣装やこんな衣装を着たお二人の姿が今から目に浮かびますよ。あーなんて眼福。つむぎ、かなり面白い顔になっちゃってるから早く戻ってきて。すみません、つい物思いにふけてしまいました。もう大丈夫です。みんなこれからよろしくね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私とステップを合わせて。ユニットなんだから自分だけのステージじゃないんだよ。ちゃんとした振りが入ったらもっと大変なんだから。すみません、人と踊りを合わせるなんてやったことがなくて。戦いでも一緒に戦う人と動きを合わせるでしょ。アイドルのレッスンもきっと戦いに役立つ時が来るよ。そうかも知れませんね。まさか完璧に二人で同調しないといけないなんて。同調だけじゃなくて自分のパートになったら歌も歌わなきゃ。ちょっと休憩にしよっか。いいよね紬。大丈夫ですよ、この時間までにやるべき練習量はクリアしてます。お二人ともお疲れ様でした。ありがとう。私はまだまだいけるけどね。そうだ、休んでる間にあれのことチカに話しておこっか。そうですね、無事にいろいろと決まったことですし。あれとは？それは見てのお楽しみだよ。今日はチカに大切なお知らせがあります。あの、何の発表ですか？じゃーん、見て見て、このポスター今朝完成したんだ。カルミナ結成後初のライブ開催。ライブ？お客さんの前であれを歌うんですか？私聞いてませんよ。うん、だって地下に行ったら反対するでしょ。だよね紬。ええ、そう考えてこっそり進めておいたんです。念のため聞きますけど、チカさんはライブをやるの反対ですか？もちろん反対です。私の歌と召喚術は人々を守るために使うもので、ライブをするためのものでは。人を守るために使うものだけど、ライブにも使えるものだよ。歌で誰かを楽しくするのも大事だって思わない？みんなを幸せにするって意味では同じでしょ。そうかもしれませんけど。ひょっとして恥ずかしいの？はい、あの曲を本当に歌うんですか？大勢の人の前で。私にはとても。そんなこと心配しなくていいのに。私も一緒に歌うんだから。一人じゃなくて二人で歌うためにもちゃんと振りを合わせられるようにならないと。ちなみにもう後戻りはできませんよ。会場は押さえてありますし、スポンサーもついてます。各種機器を操作してくれるスタッフもすでに雇ってますし、今からキャンセルなんてしたらいろんな人に迷惑をかけることになっちゃいますからね。スポンサーなんてあの秋野さんのギルドですよ。もうそんなに準備が進んでるんですか？
紬のおかげだよ。テキパキ仕事を進めてくれたんだ。私たちすごいマネージャーを手に入れちゃった。やるからには全力です。それに衣装は私が作るんですよ。だったらその衣装が最大限映えるライブにしないと。ヒラヒラするスカートたまりませんね。紬さんは服への情熱がすごいですね。ほんとすごい熱意だよね。ついでに一緒にライブにも出てくれたら嬉しいんだけどな。何を言ってるんですか。私は裏方として入ったんです。ライブはお二人でやってください。あのだったら私もライブは裏方で。ダメ、ポスターの出演者のところにチカも入ってるんだから。ここまでの練習が無駄になるし、観念して付き合ってよ。あとで紬の名前も加えたポスターとすり替えるの忘れないようにしないと。わかりました。ギルドを結成した時の約束を破るわけにはいきませんよね。今の私にやれるだけのことをやってみます。やったー、これで初ライブ正式に決定だね。それじゃあライブに向けて特訓しよう。まずは持久力向上の走り込みから。3人で鉱山まで競争だからね。今からですか。なんで私まで。私ステージには立ちませんよ。裏方にも体力はいるでしょう。とにかくやるの。よーい、ドン。ゴール。私が一番だね。のぞみさん、全然息切れてないですね。しかも限界なの。アイドルは歌って踊るんだから、今ので息が切れるなら本番なんてとても乗り切れないよ。帰りは私の方が早くコールしてみせます。そう来なくっちゃ。じゃあ早速スタートするよ。よーい、ドン。やっとゴールです。お二人とももう帰るんですか。待ってください、ちょっと休憩を。どうですか。今度は私の勝ちです。私が負けるなんて、チカなかなかやるね。じゃあ今度は町までの帰り道も走るよ。でもその様子だと今度は私が有利かな。やる前から決めつけないでください。私だって今までちゃんと練習してきたんです。じゃあ特訓継続だね。どっちが先に町まで戻れるか勝負だよ。わかりました、望むところです。着いた。待ってください、少しでいいから休憩を。一番乗り。最後は追いつかれそうでドキドキだったよ。あと少しだったのに。もしかして怒ってますか。置いていって先に行っちゃったから。お二人とも体力が有り余っているようなので、今日はこのまま振り付けの確認もやっちゃいましょう。あと別に怒ってませんよ。すごく疲れましたけど。ほらほら、ライブまで時間がないんです。私も意見を出しますから、最後まで通して見せてください。最後
後の振り付けはもう考えてあるんだけど。はい、これで終わり。こんな感じなんだけど、チカ踊ってみる？まずはこうして、くるっとターンの後で正面を指さす。こうですか？上手上手。チカってダンスの才能もあるんだね。ちょっと待ってください。今みたいな動きだと衣装がふわっとしません。もっと自分が映えるように動いてください。あと次の振りがあるので、もっとメリハリをつけてください。指の先まで意識を集中して綺麗に伸ばす。それだけでも見栄えが変わります。なんもの、ぞみさんの考えた振りだけだとお二人の良さが完全に発揮できません。つむぎ、こうなったらのぞみさんだけには任せておきません。私も振り付けについてビシバシ提案します。お二人ともいいですね。もしかしてですけど、つむぎさんが一番乗り気のような。私より熱意を感じる。私たらつい熱くなって。違うんですよ、これは衣装のためであって。とにかく振り付けは3人で話し合って決めましょう。わかりました。のぞみさん、歌だけじゃなくて踊りでも、のぞみさんには負けませんから。ずっとアイドルをやってきた私に勝てると思っているのかな。チカさんも飲み込みが早いですし、お二人のデビューライブきっと素敵なものになりますよ。私も楽しみになってきました。チカさんもなんだかんだ楽しそうですし。楽しい？そう見えますか？さっきまで楽しそうに私と張り合ってたのは誰かな。こうやってみんなで練習したり、いろいろ考えたり、同じ目標に向かって頑張るのって楽しいよね。はい、私これまでは戦ってばかりでしたけど、こういうのも悪くないと思います。じゃあ覚悟してた方がいいよ。本番はもっと楽しくなっちゃうから。本番だよ。君も運営のお手伝いよろしくね。あなたがいてくれると心強いです。よろしくお願いします。キジさん、本当に大丈夫ですか？無理だったら無理って言ってくださいよ。別に私は当てになんかしてませんから。私はただライブが中止にならないようにですね。つむぎってば優しいんだから。出ない出ないって言ってたのに、振り付けだってちゃんと覚えてくれたよね。私は別にそんなんじゃ。ほらほら、みんな見てよ、ステージの前お客さんでいっぱいだよ。早くライブ始めなきゃ。あんな大勢の前で歌うんですか？というか、結局私もライブに出るんですね。もちろん。どうしても嫌ならお留守番でもいいけど。その衣装で踊るとこ彼に見てほしくないの？何の話ですか？はい、ここまで来たらやってやりますよ。せっかく作った衣装もお披露目しないともったいないですし。
よかった。じゃあ私たちのデビューライブ楽しんでいくよ。カルミナオンステージオン。みんな今日は来てくれてありがとう。太陽よりも眩しい笑顔、みんなのアイドルのぞみです。今日はとっても素敵なライブにするから、私たちカルミナの歌で笑顔になってくれたら嬉しいな。よー、のぞみ。さすがのぞみさん、慣れてますね。あれがアイドル。ほら、チカとつむぎもみんなに挨拶して。私もですか？はじめまして、チカです。私は、その、こんなに大勢の人前で歌うのは慣れてなくて、だから、のぞみさん、他に何を話せばいいんでしょうか？チカちゃん、かわいい！のぞみさん、もう1曲目を歌う時間ですよ。そうだった、ごめんごめん。つむぎがステージにいてくれるとタイムキーパーもしてくれるから助かるな。のぞみさんが自由すぎるんです。早く定位置に着きましょう。あの子、つむぎちゃんっていうのか。かわいい。ありがとうございます。って私のことはいいんです。それじゃあ早速歌います。聞いてください。今すぐに走り出せ、レッツゴー。勇気の翼広げて空へ、きらめく時も今でにしようよ。涙は過去に流してゆこう。君の選ぶ道が輝くように。ねえねえ、すっごくいい感じじゃないかな。お客さんもノリノリだよ。皆さんとても楽しんでますね。私たちの歌でこんなにたくさんの人を笑顔にできるなんて。私もここまで盛り上がってくれるとは思いませんでした。ねえ、ライブでもみんなを幸せにできるんだよ。こういうのも悪くないでしょ。はい、こんな歌なら何度でも歌いたいです。それじゃあ最高に盛り上がってるところで次の曲いくよ。ギャー、魔物よ。みんな逃げろ、門が壊されて魔物が町に入ってきてる。魔物って言ってましたね。本当に魔物ですよ。なんでこんな街中に。せっかくのライブなのに。ううん、ライブ中だからよかったんだよ。だって私たちは歌って踊って戦うギルド。お客さんたちのためにできることをしよう。はい、魔物は私たちで倒しましょう。のぞみさんらしいですね。チカさんは召喚術の準備を。それまでは二人で何とかします。つむぎは足止めお願い。私はファンのみんなを避難させる。みんな落ち着いて、係の人の指示に従って避難してください。
不審者対策用の隠しシートがこんな時に役立つなんて、備えあればなんとやらですね。つむぎ、行きます。糸が切られた。この魔物、強い。やば、そっちは。チカ、逃げて。私に構わないで逃げてください。くわー、チカちゃんには手出しさせないぞ。え、みんなって。くわー、チカちゃんには手出しさせないぞ。俺たちだって戦えるんだ。チカちゃんは俺たちが守る。皆さん、ありがとうございます。すごい、あの魔物を抑え込んでる。これだけの人数がいますから、互角とはいかなくても動きを抑えるくらいならなんとか。今のうちに召喚術を。チカ、歌って。あなただけの歌を。私も歌うから、私だけの歌を。うん、私の歌で皆さんを守ります。おお、これがチカちゃんの召喚術。すげえ。精霊よ、私たちに力を。あの魔物を相手に戦えてるぞ。これならいけそうだ。チカ、よし、私も行くよ。みんなに元気を届けてあげる。のぞみんのソロ曲だ。体が熱くなってきた。これなら俺たちだけで魔物と戦えるぞ。俺たちとあの精霊様で魔物を倒せんだ。私もお手伝いします。みんなで魔物をやっつけましょう。つむぎちゃんが一緒ならもう怖いもんなんか何もない。行くぞみんな。これでとどめです。やった、倒したぞ。やった、やったね、つむぎ、チカ。やりましたね。一時はどうなるかと思いましたけど。はい、皆さんの笑顔を守れました。魔物と戦ってみんなを守りながら、アイドルとしてみんなを笑顔にする、こういうのもありでしょ、チカ。そうですね、アイドルってとっても素敵なお仕事だと思いました。これからものぞみとつむぎさんと3人で続けていきたいです。よかった、もう嫌だって言われるかと思ってドキドキしたよ。あ、チカ、今私のことのぞみって。あー、ずるいです。だったら私のこともつむぎって呼んでください。え、はい、つむぎ。はい、これからは私のことも呼び捨てでお願いしますよ。あれ、でもつむぎだって私たちのことさん付けで呼んでるよね。私は年下だからいいんです。それより二人とも聞こえてないんですか、みんなの声が。ファンのみんなが私たちを待ってる。チカ、つむぎ、準備はいい？はい、
もっともっと歌いましょう。もちろんです。さらに盛り上げてみせますよ。みんなお疲れ様。私たち最初からライブをやり直そうって思うんだけど、みんなついてこられるかな。カルミナオンステージ。